はい、こんにちは。今回は第49回ということになります。ここ何回か東京大空襲のね、焼夷弾の話でちょっとディスタービングな描写が多いですけどね、今回もちょっとそういうところがありますのでご了承ください。 In Tokyo, General Army Headquarters was in turmoil. 東京では軍の最高司令部ですかね、そこがもうターモイルだからもう混乱状態になってたと、ね。Following the incendiary raid, the high command was evacuated to the more protected tree shaded grounds of the military academy at Ichigaya Heights in the west central area of the city. で、この焼夷弾の、まあ、急襲の後にですね、ハイコマンドって書いてますけど、まあ、最高司令部ですね、がエヴァーケートだからちょっと疎開っていうんですかね、まあ、田舎には行ってないみたいですけど、より守られて、トリーシェイディだからちょっと木陰があるような、そのミリタリーアカデミーだから、何ですか、昔の何て言うんですかね、兵学校っていうんですか、市ヶ谷ハイツってありますけど、市ヶ谷高原っていうんですかね、市ヶ谷、ちょっと高いところから見たんですけど、そこの、まあ、兵学校のより、まあ、保護されて、まあ、ちょっと木でね影になっているそのグラウンドに、疎開っていうか移ったと。場所は東京のウエストセントラルエリアって書いてますから、西の中央のあたり、中央部のあたり。 The journey across Tokyo was unusually difficult. この東京中央ですね、まあ、ジャーニーっていうのは旅することはもう異常なほど難しかった。For Rumei's raiders had created a universal panic. For はこれ理由ですね。というのは、Rumei's raider っていうのはこれ吸収した人、すなわちルメイ将軍が送ったこの B-29 の爆撃機が焼夷弾を落とすことによって、Universal panic だからまあ至るところにパニックを引き起こしたからだと。In the immediate aftermath of the attack, with the air temperatures in the blitzed area reaching 2,000 degrees.The frenzy to escape had turned ordinary citizens into savages. で、この攻撃のすぐ後ですね、in the aftermath of the 9/11 後、すぐ攻撃のすぐ後に、air temperature in blitzed area って書いてますけど、blitz っていうのはこれは、もともとはドイツ語なんですけどね、奇襲攻撃を受けたところですね、もう猛爆撃、一時的にもう、すごい爆弾を落とされた地域のことを言ってますけど、それで、まあ、まあ火事になった地域ですけどね、この、まあ、大火にされた地域での、まあ、エアテンプラチャー、いわゆる気温ですよね、温度ですね、温度が2000度に達したと。そういった状態で、もうフレンジーとエスケープだから、それはもう2000度の暑さから逃れたいという、そのフレンジー、狂乱がTurn A into B ですね。A を B に変えた。Ordinary citizen、一般の市民を Savages、もう野蛮人に変えたということで、もう我ももうね、他の人なんかもう構ってられないと。だって2000度の暑さから逃れたいんですから、もうみんな必死ですよね。Thousands jumped into the Sumida River。で、数千人が隅田川に飛び込んで、To die either from drowning。その、まあ、溺死で死ぬか、もしくは When the fires sucked out oxygen from their lungs って書いてますから、この either or ですよね、溺死か、もしくは、この火事でですね、彼らの肺から oxygen、まあ、空気を suck out、 吸い出したっていうんですか、肺にもう高温の熱のために、ね、もう呼吸できなくなったということですね。もう 肺から全て その酸素をこう吸い出すような感じで、そうなった時に、まあ、死んでしまう結果になってしまったということですね。まあ恐ろしい状況だということですね。焼夷弾の恐ろしさっていうのは、まあ、これね、まあ、後にアメリカはベトナム戦争で、今度は朝鮮戦争からかな、今度はナパーム弾という焼夷弾のまた協力版みたいなのを落とし出しましたからね、どん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 武器の開発が進んでいくんですよね。はい、今画面上に現れたのが、アメリカ軍が使った焼夷弾インセンジュリーボムですね。こ
ここに、エンセンジュラインボムって書いてますね。ここですね。はい、でこの長さが書いてます。 19.5 インチ、だいたい50センチぐらいですかね。でその中身がこの部分ですね。ここにインセンジュリージェルフィールチャージって書いてますけど、ここに焼夷弾の、まあ、燃料、まあ、爆弾破裂する部分ですね、これが投下されて破裂することによって、まあ、焼夷弾は焼き尽くすことを目的とした爆弾ですから、まあ、ここにいっぱいこう可燃性のものが入っていると、これを米軍が落としたということですね。